こっちまで来たんですよ。あそこを見つけてたの。にしてはなんでここも平らなの。もっとこの斜めにもあった。はい。結構もう川で流されたんですかね。でも、あれね、一個できたもんじゃない。これですか。さあ、途中崖を降りるとちょっとキャンプのテントみたいなもの張ってあるようなところがあって、そこを右の方に行くとホットスプリングがありそう、あるそうです。これもロープが張ってあるので、まあこの辺の下を多分降りていくんだろうと思います。右の方もなんか降りるポイントみたいで、そちらの方がまだちょっと行けそうなので、行ってみようと思います。おお、あんな感じで階段式に木を削ってくれてる人がいますね。この階段を下って少し行くと、このロープを伝ってこの岩を降りて行くと、もうすぐそこに川が見えるので、もうすぐじゃないかなって感じ。よいしょ。昨日このロープを去って降りてきて、川にたどり着きます。激流ですね。川沿いに行くとお風呂があるのかな。もうこの辺は湿ってますね。川の流れに逆らって上流の方に、岩が並んでるんですが、ここの方に黄色のこうやってリボンが一応目印でついてますんで、その道を行けば間違いないと思います。お、オタマジャクシや。お、これはまだ温泉じゃなさそうです。さあどんな感じかな。まさにもう日本昔話の木こりが探し当てた温泉みたいな、そんな場所ですね。まあ足の方ビーチサンダルとかでは間違っても来ない方がいいと思います。お、泉が湧いてるところがありますね。ブクブクっと、ほら、お、一応ちょっと温度見てみよう。あ、これ温泉や。お湯ですね、ここ。よいしょ。すごいすごい、こんな源泉手つかずのとこくんの初めて。ちょっと興奮ですね。ちょっと若干やっぱ硫黄の匂いするかな。おお、来た来た。さあこんな感じで川があって、この画面のちょうど真ん中、あの辺りが湯船になってるみたいですね。あ、下の方、この辺かな。あ、これがまた、これも温泉なんや。暑いですか。なんかちょっと浮いてますね。だここ作ったんでしょうけど、あまり利用されてない。あ、脇が甘いから浄化がされてないんでしょうね。はい。でもまあ画像で見る限りはこれはしっかりした温泉に見えますね。もうちょっと上の方に行くと、固めた湯船がありそうなので行ってみます。おお、あんな感じで、すごいすごい。これがさっき通ってきた道、
つるっと滑っちゃったんですけど、ここも湧き出てる水が触ってみるとこれ温泉です。でまあ鍾乳洞みたいにちょっとぬるぬるするので足元危ないですが、こうやって、まあ、ここで服を着替えて降りていって、で湯船がこんな感じでありますね。楽しみです。あ、言うて今の話が全然取れてませんでしたね。本当？取れてませんでした。今からです。こんな感じで使ってます。いいお湯です。下の方こんな感じで、なんていうんですか、泥っぽいのでバチャバチャ入るとお湯が濁りますが、そっと入るといい感じで本当にいい湯加減です。これ40度いってるかいってないかぐらいですね。これで、ぬるくはない、ぬるくはないです。本当ちょうどいいですね。もうでも普段のあのエンゾ入ってるホットタブと違って、もう本当のお湯やからすごいですね。こっからこうやって自然のお湯が流れて、そして温泉の匂いしますね。もう鼻詰まってる僕も匂いします。それでこれがこんな感じで川見ながら最高ですね。川沿いの温泉、温泉すごいですね。こんな雪解け水がすごいねえ、すごいわこれ。これグレーシャーのあの色です。ねえ本当ですね。うわーすごいな、こんな感じですね。ちょっとつけたろかいな、ちょっと怖いけど、こんな、うわー疲れた、こんな感じですね。うわー大丈夫かな、こい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 、はい、これ待って、これなんか録画されてる、ちょっと待って、できるよ。前に下の方の湯船に来てみましたが、感じです。おお、これ。Be careful. Yeah.